手間かけんなよ。どうする？任せろ。こんな雑魚ども俺一人で十分だ。この真ん中を押してみ。なってかかってこい。どうした？何か感じなかったか？敵にはつけられていないはずだ。今頃臆病風に吹かれたか？女は勘がいいというが、当てにはならないな。腕がいいと思って一番最後にしてやったが、やっぱり男に守ってほしいのか？やめろ！里はもうすぐだ。行けるか？
痛い。お前、何すんねん。かなんな。何のために隠れてんだよ。お前を待ってたに決まってるやろ。気づかずに通り過ぎてたら背後から俺を襲うつもりだったのか。手柄を独り占めにしたいから待ち伏せをしようとこの親父は言っていたぞ。おい、ちょいちょい、そんな冗談にも聞こえんようなことをな、しらーっとした顔して言うなよ。お前カナンはほんまお前恐ろしいわ。ヤマタに先に行けと言われて喜んで逃げたお前こそ何を考えてるのか恐ろしいな。はあ、ヤマタには俺が作った新しい武器やったやんけ。こんなデタラメな武器よ、役に立たなかったぞ。お、うせやん、これ作るのにえらい時間かかってんで。くだらない武器ばかり作ってよくその年まで生きながらえたもんだな。武器ならね、他にもやりますよ。で、あの程度の下人、お前のおもちゃなんぞなくても簡単に倒せんだよ。お前のその天狗のような伸びた鼻、いつか誰かにへし折られるぞ。へし折んのがお前じゃねえことは間違いねえよな。お前らが仲間割れ起こして相打ちでもしてくれたらな。手柄は俺のものになるのに。あいだ、おい、年寄りいじめんなよ。ところで見たか、空の炎が。ああ、織田が甲賀だと思うのか。そのようには見えなかったかな。おお、ほたら雷か竜かそれか竜巻ですかとにかく急いで里へ戻ろうぜ。あいつは里の方へと飛んでてる。お帰りなさい。下人頭様がお待ちかねえよ。俺たちをまた何かしでかしたの。何やねんその言い草。私はヤマタに言ってるの。気持ち悪い。もう俺がしでかしたってどういう意味だよ。あんたはいつも余計な戦いをしてお勤めを台無しにするってこと。なんだと。いい？今回もそうよ。あんたただの偵察なのに余計なことしてこなかった。してきたでしょう。だから下人頭様に呼ばれてるの。忍びの本分を知りなさい。忍びの本分ってなんだよ。え？逃げることがこそこそすることかよ。聞いた今ね。ちょっと待って、この子知らないんだって。知らないの。そうだ、ごめんなさい、この子もともと忍びの人間じゃなかったんだ。だから知らないのよね。ごめんなさい、私としたことが。ということはあんたにはまっとうな忍び勤めは、せーの、無理。決まった。今余計なこと言わなくてもいいだろう。ヤマタはいつも無駄な殺生などしてないぞ。それに俺たちは命のやり取りをしている。お前のように里で勤めをする者たちとは違う仕事をしているんだ。偉そうに。でもよく見るとあんたも可愛い顔してるわ。まあいいわ、早く下人頭様のとこに行きなさい。目障りよ。行くわよ。意外に可愛いわ。あいつの言うことなど気にするな。お前の手柄をやっかんでるだけだ。里一番ってことも
意外と面倒やな。守備は城には兵はおりませんでした。すでに出立し織田軍と合流したのかもしれません。忍びが城を守っていたと。はただ大した忍びではござりません。大和が一人で倒しましたゆえに。ネズミは見てただけか。いやいやいや、大和を置いて逃げただけです。生き残るためにはそれが一番賢いな。はい、若い者に手柄を譲っただけで。では今度は譲る必要のない務めを授けようか。里近くに得体の知れない炎が落ちた。里へ戻る途中に見ました。下人たちは各国に出払っている。帰ってきたばかりで悪いが、お前たち三人と昨晩戻ってきた数名の忍びたちとで様子を見てくるのだ。あれは織田の道具であると。わからぬ。もしわかったらすぐにわしに伝えるのだ。行け。はっ。他の奴らは皆それぞれ各地の武将のところを調べてるってわけか。今が正念場だからな。どの武将につくかでこの伊賀の命運も決まる。おい待ってくれ。おい待って。俺らは強いと。つまりは生き残れるとこに行けばええんちゃうか。織田なら織田やし、徳川なら徳川やね。地獄耳だな。当たり前やろ。俺だって忍びやで。お前らの話ぐらい遠くからだって聞こえるっちゅうねん。織田でも徳川でもいいのか。ごますりだけは一人前だからな。忍びは表に出たらあかんねん。裏で誰かのために働くのが務めやろ。お前みたいに前へ出ていくとすぐに死んでまうで。俺はちまちまと陰で務めを働くのは嫌なんだよ。手下倒すより大将ぶっ倒して手柄立てるさ。ほうほな、その大将の首を取るためにやな。ちょっと待ってや。このネズミ式全自動細かた新忍びから機使うかい。なんだよ、あの失敗作じゃねえか。ちょこれは手直したんやから。大丈夫大丈夫やって多分。どうこれ、かっこええやろ。担当かブブー。よう見や。シャキンシャキン。君も鎖鎌ばっかり振り回してんと。織田と戦うためにはこういう何番トライの武器を使わな。まあこれは俺なんやけど。ちょっとかっこええや。おいおおおちょっと返せ。こっちに来い。わかった、わかりましたって。よし、ほら、これ破壊力抜群やで。どれ、ほら、いらねえよ、こいつでいいよ。俺一度銃使ってみたかったんだよ。ちょっと、あかん。いや、ちょ、ほんまに返して。ダン、かいや、あかん。な、山田ちゃん、山田ちゃん、返せ。返せよ。返せよ。おら、弾が少ないのに。使い方も知らんのに撃つなよ。
ちょ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 、俺ちょ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 、ちょちょちょ、な、な、え、え、え、お、俺とちょ、お、邪魔したごめん、もういいとこだったのに。やぞ。え？うわ、おいちや。また生き残ったが。あんたもね。お前は炎を見たのか。ああ、里へ帰る途中で見た。どっち方向に行ったんだ。あっちだ。ここから5里くらいだろ。いやいやいや、おたくらが先に行って案内してくれんじゃん。ネズミ嫌われるぞ。なんで、俺らの方が後で里に戻ってきたんやから。当然やろ。はい、私が案内してやるよ。年寄りは後からついてきな。若い女が案内してくれるって、長生きは三文の得意な。嫌われたな。お勤めはどうだった？退屈さ。お得意の技は震えたか？そっちこそどうだった？歯応えが欲しいね。私が今ここで相手をしてやろうか。里に帰って寝床で頼むぜ。この辺じゃクマは出ない。じゃあなんやろ。まさか織田も甲賀もこんな派手な目印残さんやろ。のの。の。何者だよ。なぜ答えない。答えねえとガキといえども殺すぞ。ヤマタやめて。その子の様子見てよ。なんか訳ありなんだ。脅したら逆効果よ。お腹空いてるんでしょ。食べ物。ああ、はいはい。食べな。どうしたの？一人なの？
どこから来たの？走るぞ山田、ここから離れるぞ。俺は残る。姿を現さない者と戦う術はない。お前ら行け。殺されるぞ。仲間やられてこのまま逃げられるかよ。山田、続け。
何か見たか。消え落とした一部だけだ。他の仲間は。あいつらが昨日の晩に俺たちの里にやってきた。あの犬か、狼か、それともやっぱり熊か。犬や狼にしちゃ大きすぎる。熊だとしたら動きが早い。じゃあ何や、鬼か、天狗か、そんなもんが俺らの里に来たっていうんか。俺は長い間忍びをやってきて、いろんなとこ行ったが、あんな化け物の話は聞いたことがない。種子島と一緒に海の向こうからやってきたとも考えられる。どっから来たか知らんけどな、俺らはそんな化け物を相手にせんとかんのか。忍びをやってきて、今さらわけのわからん相手に殺されるなんて、いやいや、いやいや。どうするの、ヤマタ。なんだ。したんだ。佐藤。それで逃げてきたの。狙いは何だ。あんな化け物に狙いなんてない。皆殺しや、皆殺し。そうだろうな。今まで俺が仲間殺した敵を前にして逃げたことなんてなかっただろ。そうだよな。だが今回はやられたぜ。でも相手が誰であれ、俺たちは忍びだよ。お前はガキでまだ忍びじゃねえがな。仲間殺した化け物前にいつまでも逃げてるわけにはいかねえよな。はい。
せーの、せーの、せーの。ちゃんと見張りなさいよ。驚かすなよ。面白いじゃねえか。俺は面白ないわ。Thank you.
待たせたな。これで腕も拾えないだろ。大丈夫か？ああ。
大丈夫。大丈夫。本人には言ってない。それより陣内は？やられとるよ。こんな化け物に連れて行かれて殺されてないわけないやろ。とっくに餌食になっとるわ。え？ネズミ、お前陣内とリンが襲われた時何してたんだよ。昼寝でもしてたのか。最初に飛ばされたのは俺やで。お前も見てたやろ。怪我一つ負ってねえのに戦わねえとは、忍びの風上にも置けねえんだよ。ごめん。とにかく里へ戻ろう。下人頭に伝えんとな。あっ、俺いいこと考えて。あの化け物あと一匹やろ。あいつ捕まえんか。何？あいつ捕まえて織田の領地へ運ぶんや。そしたら織田も甲賀も全滅やで。俺らも上人様から褒美をダーッともらえるってわけや。何言ってるの？あるいは伊賀の他の里へおびき寄せて別の里を全滅させれば俺らで伊賀を支配できるかも分かれ。ふざけないで。私たちが今やらなきゃいけないのは陣内を助けることでしょ。お前アホか。そんなこと一つも得にならんやろ。お前あんなわけわからん気色悪い化け物と何の得にもならんのに戦うんか。陣内はね、私を助けるためにやられたのよ。お前だってあいつを助けたってん。見てたの？あの、あれ、小僧に聞いてん。嘘つくなよ。ガキだからってバカにすんねん。どこ行ってた？危ねえだろ。あんたたちの仲間を連れていた化け物の血がずっと続いてる。助けに行こうよ。後を追っていけばあの化け物もいるだろ。今までは怖かったけど、みんなが戦うの見て、今度はもっと俺も戦う。おふくろたちと仲間の敵が撃ちたいんだ。頼むよ。なあ、またこんなガキの言うこと聞きとったら、この戦国の世、三途の川を何回往復するかわからんぞ。わかってるぞ。なんや？俺は以外で里へ戻るんや。ああ、下人頭にこのことを知らせろよ。誰かがこの大切な務めを果たさねえといけねえからな。そうやな。俺年上やし、俺の役目か。任せたき。そうとなったら全は急ぎや。ほな、行こう。お先。いいの？実際里に知らせないとダメだろう。もしかしたらあの化け物が里に向かうかもしれないじゃん。さあ教えてくれよ。陣内を追いかけるための跡だ。
なんであの化け物たちは陣内を殺さずに連れて行ったのかな。餌にでもそんのかもな。ヤマタ。なんだよ。西にそんなこと言わなくても。なんでだよ。こいつも先々忍びなんじゃねえのかよ。親父は忍びだったんだ。俺も陣内には死んでもらいたくねえけどな。忍びってのはいつも死と隣り合わせで、いつもギリギリのところでやってる。それが嫌なら里で畑仕事でも刀鍛冶もしてろ。お前だって女だてらに忍びしてんだよ。承知してんだろう。凛はなんで忍びをしてるの。私の家には男の子がいなかったんだ。だから親父の願いを聞いて忍びになることにした。嫌だったの。うん、嫌じゃないさ。ただただ私は親父に男になれって言われたのが好かなかっただけ。俺の親父は百姓でな、お袋と一緒に戦火に巻き込まれて野垂れ死に、俺は里に拾われた口なんだよ。生き残るためには戦うしかねえ。でも俺は仲間見捨てねえぞ。どうせ長生きなんかできねえとしてもよ、仲間と共に戦うだけだよな。見て、仲間のものじゃない。甲がね、伊賀に偵察に入ってきたか。あの炎を見て。化け物に殺されたらしいな。死体は？あれ見て。これは。ネズミ。どうしたんだよ。
佐藤。佐藤全滅させようって。なんだと。佐藤が早く逃げな。俺らも殺される、殺される。どこにもいないよ。陣内はどこだ。陣内なの。この化け物に何かされたな。何。いいか、今度技を教えてやるから今だけどっかに隠れてろ。出てくんじゃねえぞ。
殺さねえとダメみてえだな。仲間もいるのよ。分かってんだよそんなこと。You motherfucker. You motherfucker. Son of a bitch. Give me the fucking dirty pussy.Fuck you. Fuck 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 you.うるせえんだよお前ら。陣だ。おい陣だ。はい。しっかりしろ。大丈夫かおい。やまた。陣内頼んだぞ。
ボー学んだかよ。咲き誇る花は散るからこそに美しい。散った花びらはあとは土へと帰るだけ。そうならばいいぞ、斜めを見つめに当然のタイムを仰いでみよう。Ah!
敵は取ったぜ。大丈夫かい？妙な気分だ。お前、俺に何をした？二度とお前の口には手突っ込みたくねえや。早くゴミを。何やってんだよ。行くぞ。西、今行くよ。
It's gotta come.